バイオ前線の活動が活発になっていて西日本、日本海側など雨のまとまりやすい状況が続いています最新の状況をまとめて予報センターからお伝えしたいと思いますまず皆様からの天気の報告で確認をしてみますとご覧のようにこの時間、ザーザーあるいはゴーという雨のご報告東海から西のエリアでいただいている状況ですこちらレーダーの状況を確認してみますと いくつか発達した雨雲というのがありまして西南西の方向から東北東の方向へ進行中ということになっております状況の方を確認してみますと名古屋方面一つ発達した雨雲が今通過中ですけれどももうしばらくしますと一旦雨の方は収まってくるということになりそうですただその後も雨が降りやすい状況継続というような状況です また、京阪神方面につきましては、一旦雨が収まっていたんですが、そろそろ大阪湾方面に次の雨雲というのが接近しておりまして、兵庫南部も含めまして、これから再びの雨の降り出しということになっていきそうです。特にこの時間、発達した雨雲として現れているのが、九州北部、それに山口周辺にあるこちらの雲となっております。 こちらは落雷の方もかなり伴っておりまして近畿より東にある雨雲に比べてより発達しているといったような状況こうした雲がまとまると強い雨、落雷、まあ、そういったことの発生の可能性があります。ままたこちらら衛星画像でさらに西側の情報をを確認をしてみますと ご覧のように少し発達した雨雲というのがまだ連なっている状況になっております。この時間、朝方ですので東の方向から日を受けて西側、雲の影ができることがありますがこうした雲の影ができているということはそれだけ周辺に比べて 雲の背が高いものということになりまして、特に注意が必要ということになります。今のところまだ発達した雲のラインというのが西の方に控えている状況、この時間になりまして、 中国地方西部あるいは九州北部の方に入り始めた雨雲まだ断続的にこの後も強まりというのがあって中国西部からさらにもう少し東の方に進んでくる可能性というのがありそうです。 この後の天気の流れ、まず天気図の方で確認をしてみたいと思います。見ていただきますと、梅雨前線、引き続き東西にしっかり伸びた状況になっております。こちらに向かって湿った暖かい空気というのが入り込んでいる状況、湿度の状態を重ねてみますと、今日については特に 西回りの湿った空気の入り込みということになっておりまして日本海側や湿った空気の入りやすいエリアが中心ということに雨の量はなりそうです降水の予想なんですけどもこちらの方を見ていただきますと午前9時の段階まだ中部方面や西日本日本海側で雨がまとまりやすい状況そして 湿った空気、南東側で受ける紀伊半島なども雨が強まりやすい状況ということになります。お昼ぐらいになりますと、特に中国地方、山陰方面などで雨が降りやすい状況が続きまして、そうした雨の発達した部分というのが次第に東へ動いていくということになりそうです。この動きの目安ですけども、上空、 6,000メートル付近の状況を重ねて確認をしておきたいと思います。こちらについては、東高道線、こちらの方を重ねてみますと、いくつか気圧の谷、ショートトラフと呼ばれるようなものも確認をできる状況でございます。見ていただきますと、先ほど名古屋方面、 しっかりとした雨を降らせているものまたこの後の時間九州北部山口方面にかかってくるものいくつかこうしたラインというのが見えますそれに対応して雨強くなりやすいということになりますがこちら午前9時になりますと東海方面にあった ものについては東の方に行きましてお昼前方面雨はまとまらない量はまとまらないし関東方面雨の降り出しというのがありそうまた一方中国西部にかけてはだんだんと雨がまとまりやすい状況というのが東に移っていくということになってまいります。12時の段階では 先ほどのショートトラフ、勢いの強いところというのが山陰方面、島根と鳥取の間辺りにかかるという予想、そして午後になりますと午後遅い時間、京阪神方面などもう一度の雨の強まり、またその後、東海エリア、中部方面を含めまして雨がまとまりやすいタイミングというのがありそうです。このため、まだ 西日本など、特に午前中を中心に雨がまとまりやすく、その他のエリアにつきましても、雨断続的に続くということになりそうです。予想の積算の降水量、二十四時間分のものを見ていただきますと、多いところでは。まだ。この後、百五十ミリ以上増加する可能性、百ミリ以上のエリアというのも、西日本。 日本海側や中部方面などを中心に予想されているという状況になっております。えこの2日間での走行水量を見ていただきますと、え特に山陰方面 あるいは九州北部や中部方面でまとまっておりましてすでに先行して雨がまとまっているところで今後も強まりやすい傾向ということになります地盤の緩んだ状況あるいは河川の氾濫等そういった可能性も含めまして引き続き注意、警戒いただければと思います。 なお、こちらの天気ですけれども週明け月曜日にかけてもまだ西日本の一部で残りそう、そして火曜日についても今度は東海から北のエリアを中心に雨の予想ということになっております。 西日本エリア、特に今日の午前中までが注意していただきたいところ、中国西部から北九州,といった北,九州北部といったあたりになりそうです。ただ、週明けについても雨については多少規模は収まるにしても断続的に継続ということで油断できない状況です。以上、予報センターからお伝えしました。